今日は2021年12月20日、夜の7時ですね。ここはですね、プトチですね、上海雑技団のある近くなんですけども、まあ、視聴者の方からリクエストがあって、ここの久光百貨店ですね、撮影に行ってほしいということで来ました。これで行けんのかな。この辺ですね、なんかその向こうは前からあるショッピングモールですね。でこっちが久光百貨店。これでも久光百貨店って日系の百貨店なんですか。まあ、伊勢丹は伊勢丹って日本にもあるし、高島屋も日本にあるんですけど、この久光っていうのはいまいち私知らないんですけど、日本でも久光っていう百貨店あるんですかね。ちょっと知らないんですけど、分かってる方あったら教えてください。ちょっとなんかざっくりネットで調べたんですよ。いまいち意味が分からなかったんですけど、でもなんか日本の百貨店っぽいですよね。高島屋とか阪急阪神伊勢丹とかはわかるんですけど、三越とか久光ってそんな百貨店日本にそういえばありましたっけ。ちょっとよくわからないんで、わかる方あったらコメントで教えてください。こっちがですね、この道の名前ちょっと取っとこうか。いやちょっとこのクリスマスの夜の雰囲気を撮ろうかなと思って、わざわざこの時間に来ました。まあ人も一番多いぐらいの時間帯ですかね。普通なんか皆さん撮影行くとかって人の少ない時行くんですけど、私はこの雰囲気を撮るためにですね、わざわざこのここがダーニンルーですね。映らないかな。大きいに丁寧のねですね。ダーニングと、ここがですね、すごいこれ綺麗に電気ついてますね。あそこが上海の雑技団のとこですね。見に行ったことないですけど、なんかこの大きな道がゴンハシンルーですね。ゴンハシンルー、この電気すごい綺麗ですね。ちょっと写真撮ります。地下鉄の駅も向こうですね。なんかここもめちゃくちゃ明るくやってますね。やっぱり新規でオープンしたところは綺麗ですね。みんな久光久光って、確かになんか日本のものとかあるんですけど、どうなんですかね。ちょっと知ってる方いたら教えてください。これ
れはマスクをしてまた全館間健康コード出さなあかないダメですね。あとでちょっとご飯食べようかなと思ってるんですけど、まずはちょっと外観をさらっと撮って、あーやっぱあのジンヤンスーのあの久光とは全然違いますね。新しいだけありますよね。まあでも思うんですけど、俺百貨店とじゃあショッピングモールって何が違うのっていう感じですけどね。まあでももうすぐクリスマスなんで、なんかこう雰囲気が違いますよね。おお、この吹き抜けすごいですね。私クリスマス全然関係ないですけど別に関係ないっていうのはその宗教的な意味で言ってるんじゃなくて、イベント的に特に予定ないんですけど、まあ暇だったら夜撮影に行こうかなと思ってますけどね。あのみんな楽しんでる中ちょっと街の様子を撮影に行きます。ここやっぱ建物綺麗ですね。ちょっとこっちから写真撮ろうかな。本当新しいショッピングモール、次から次に出てきますね。だからこれ百貨店というよりはもうショッピングモールですよね。あそこクリスマスツリーがあって、おーすごいわこれ。地下2階ぐらいまであるんですかね。そう、ショッピングモールと百貨店の違い、本当どう違うんですかね。いやーこれは本当バブルですねいやこれ嫌味で言ってるんじゃなくて、もう綺麗さが、まあでも私たちはこの今の中国で上海で生活できてるのが本当そういう意味では良かったですね。いやこれ何がさ来るでしょう、こんな綺麗かったら写真も撮れるし。これ何ですか？ブラウンストーンってなんか欧米のなんかバーじゃないか。今日はこれあの DJI ポケットで撮影しています。ちょっとこれ建物がなんか 大きすぎてどういう形になってるのかいまいちつかめないんですけど、まあ、ちょっと中入ってみます。
この動画自体は多分年末ぐらいにちょっと公開しようかなと思ってるんですけども、できるだけ早く。この間ですね、上海でカフェ巡りやってきたんですけど、結構長い動画になりましたね。2時間半ぐらいの動画1本作ってるんで、多分年明けですね、公開すると思うんで、よかったら皆さん見てください。結構歩きましたね。メリークリスマスってやっぱ書いてますね。せっかくなんで、どっか食べようかな。これ何ですか、ブレックファーストカンパニーって書いてるんですけど、朝ごはんでもだけじゃないっすよね。来三看一下、なんかパスタとかそういう店ですね。ブレックファーストなんで朝ごはんだけじゃなく夜もやってるっていう。これ何ですか、バンバンって書いてるんですけど、なんかかぼちゃのあれですか、チーズのなんかと揚げパンみたいな感じですかね。1個15元って結構高いですね。この DJI は小さいからいいですね。これの使い方も分かりました。この間ちょっと教えてもらいました。全然分かってなかったね。デパ地下みたいな場所って、でもこれ今地下2階でしょ、地下1階、1階、2階、3階、4階、5階、6階まであるんですね。ほんとショッピングモールですね。じゃあちょっとこの地下2階をもうちょっと見てですね、なんかどっかで食べようかな、先に。こっちはなんか建物2つに分かれてるのかな、向こうに繋がってる感じですね。こっちはあれですね、食品、生鮮食品売り場ですね。まあ、スーパーマーケットですよね。飲食店なんか並んでるな。中華料理の店ですね。焼肉マスター、まあちょっと一人なんで焼肉は食べれないですね。でもなんかレストランか、なんかちょっと一人で食べれるような店ないですね。ジンヤンスーの久光の下は、まあ、フードコートみたいなんで一人で食べれるような店あるんですけどね。ちょっとここなんかないですね。あ、向こう側かな。これでも下には何があるんですか。あ、下はあれか、駐車場ですね。蘭州乳酪麺ありますね。蘭州ラーメン食べたことないんですけど、私今まで一回も。
寿司沼津港、すごい小さい店ですね、これ満席ですよ。こういうフィギュアの店とかめっちゃ増えてますよね。集める人がいるんですね。あ、でもこれなんか一人で入れるような店なんかあるようであんまりないですね。沼津港って満席ですよね。そっか、夜の7時ですからね、満席で当たり前ですよね。まあ、私結構夜型なんで、夜の9時とかに家でなんか食べたりめちゃくちゃですからね。ここはね、何の店ですか、中華料理か、これも麺の店。いやーなんかここ一カレーみたいなやつとかないんすかね。なんかなさそうですよね。まあ、あのこの道の反対側にもショッピングモールあるんで、ここ出た後そこで食べてもいいんですけど、ここはあるかな。これなんですか、めっちゃ並んでるんですけど、何の店なのかよくわかんない。ティーカンパニーって書いてある。あ、紅茶の店。そんなになんか特別な、これなんか特別美味しいんですかね。なんかめっちゃ並んでるんですけど、なんか美味しそうなんですけど、何なのかよくわかんない。あの知ってる方あったら教えてください。まあ、後で飲んでみてもいいけど、飲めんのかな、これ。みんなあれ袋に入れて持って帰ってますよね。あ、でもさっき山崎パンのとこここ通ったから、やっぱりちょっとないですね。こっちの奥あるのかな。あそこココイチのカレーありそうですね。まあ、ここまで来てココイチかっていうあれはあるんですけど、ちょっと無難なもの食べたいんでカレーにしようかな。まあ、最近あんまりカレー食べてなかったんですよ。あ、他にもここあるか。和牛鍋物、すき焼きかしゃぶしゃぶですね、これ。こっちはさっき言ったココイチですね。最悪ココイチ。こっちもあるか、なんか定食屋みたいな。谢谢。一位，嗯，等一下，嗯，嗯，等一下。ちょっと一応周り見てからにします。こっちもラーメン専門店、ラーメン競技館ってありますね。ラーメン競技館ってなんかいろんなラーメンあるんですかね。徳島豚骨ラーメン。いろんなラーメン屋のラーメンがここで。屋台ラーメン。これ私あんまりラーメン食べないんですけど、なんか食べたくなってきましたね、これ見ると。ラーメン豚骨。
どうしようかな。徳島ラーメンか。これ78元。ちょっともう一回曲がり見てから、なんかいいのなければここに来ます。一応ちょっと見ますね。ここ一寸亭って何なんですか。料理屋か。なんか高そうですね。高いって言ってもでもこの地下ですからね。こっちはうなぎと寿司の店。なんかグリコの看板ありますね。こっちは鉄板焼き屋さんですね。どうしようかな。牛丼とラーメン迷うな。ラーメンそんな食べてないですけど、ラーメンにしようかな。なんか店の人すごい呼び込んでたんで、ラーメンにしようかな。あの人日本人かな。ここにします。あ、一人です。あ、日本人の。ここでもいいですか。はい、ありがとうございます。ご注文。あ、はい、なんかはい、ここで、はい、はい、ちょっとメニューだけ見ます。福島ラーメン、さっきのこれなんかめっちゃ豪華だったんですけど、78元。これにしてみようかな。これにします。 QR コード読んで自分で WeChat で払うんですね。これなんか味の重いっていうのは味が濃いっていう意味なのかな。ちょっと濃いやつでいきます。これはじゃあ何か頼んだらドリンクは飲み放題なんです。丼にご注文いただきます。ああ、いいですね。ありがとうございます。はい、じゃあ YouTube で流しておきます。はい、日本人の方だったので YouTube 流しておきますっていうことで、どうしようかな。あ、そうか、コーヒーも飲めるんですね。私もさっき水欲しいですけどね。水を、水どっからあれですか、ちょっと水を、水はこのここにあるんですね。これですね、さっき頼んだこの徳島ラーメンが来ました。食べてみたいと思います。ちょっとね、この具がたっぷりなんで、いきなりちょっとチャーシューから食べてみます。うん、これはいいね。あとこれなんか肉が入ってるんですね。うん、徳島ラーメンってどういうラーメンなんですか。あんまり食べたことなかったんですけど、しまった、ちょっと写真撮るの忘れたんで、もう一回写真撮ります、すみません。この卵がいいっすね。黄身がちょっとトロッとした、うん、ここでいいですね。メンマ、子供の時好きじゃなかったんですけど今は好きですね。え、タケノコですよね。
全部食べてしまいますね。ちょっと最近あんまり食べてなかったんで多めに食べます。いやー美味しかったんで全部食べました。ちょっとコーヒーいただきます。ちょうどいろんな店閉められてますよね。閉めてなくても、はい、みんな近づかないから。あ、来ないんですか。情報聞きましたね。あっちに、まあ、高島屋に、あ、はいはい、あ高島屋にも出店されてるんです。そうです、同じラーメン協議館があるので。あ、そうなんですか、はい、あ今日この徳島ラーメン食べてなんかすごい具がいっぱいあったんで、はいはい、食べて、日本でも徳島ラーメンって食べたことなかったんですけど、あ自分とこっち来て、はい、その案件があったので、あすごい美味しかったです。YouTube 歴は長いんですか。 YouTube まだ1年ちょいですけどね。なんか去年のコロナの時に街の様子撮ったら結構みんな見てくれるようになって、そっからはないろんな店とか、いろんな建物とか散歩しながら映してるんですけど、今もこれ撮ってるんですけど。あライブですか。はい、あライブじゃないです、ライブじゃないですけど録画ですけど、こういうコミュニケーション、顔は映してないんで大丈夫です。デビューさん、前科ないので。まあ別に悪いことはしてなければあれですけど、ここあれですね、なんか百貨店というよりはもうショッピングモールみたいですよね。僕らも同じこと思いました最初、はい、あなんか久密っぽくない、陣屋の久密っぽくない、ね、そうですよね、高島屋とかと比べてももう本当ショッピングモールですよね。百貨店ではないです。あ入ってるテナントもそうですし、ブランドも、あいや、はい、うん、来て良かったです。最初すごかったですね。ああ、グランド、このグランドオープンって、はい、ちょっと強烈でしたね。あ、最近なんですか。そうです。ね、11月27日にグランドオープン。あ、はい、あじゃあまた2、3週間ぐらいですかね。ああ、最初の3日間はもう、はい、もうまっすぐ歩けなかったですね。ここは。一応テーマが、はい、僕は日本ストリート。あはい、あそうですね、なんか焼肉の丼みたいな、はい、牛丼みたいなとか、いやもう日本人でいる、てか日系企業、まあ、僕ら日系なんですけど、はい、多分ココイチと僕らだけ、あ そうですよね、はい、聞いたことない店ばっかりなんで、蘇州とかでは、はい、結構なんかあ人気なんですかね、人気らしいですね。あそうなんですね、あ美味しかったです、ありがとうございます、はい、あ、微信。あ、ありがとうございます。高島屋の方もぜひ。あ、高島屋の方もじゃあ入ってみます。はい、どうもありがとうございます。なんていうお店の名前でした。ラーメン競技館。はい、お願いします。すごい美味しかったです。ありがとうございます。ちょっとこれ YouTube これしてもらってるんで。ありがとうございます。美味しかったです。はい。ごちそうさまです。なんかこの通りがあれですね。日本の料理屋ばっかりで、いやあの呼び込みがすごい良かったんで入ってみようかなと思いました。日本人の方がちょうどまだオープンしたてだったんでいたんですね。ここのココイチと日系企業は実質この2つぐらいみたいですね。あとはまあ中国の会社が運営してる、まあ、日本の料理屋みたいですね。うん、まあ録画してなかったですけど、さっきの日本人の店員さんといろいろちょっと話してたんですけど、今あれですね、上海でですね、なんかコロナが結構出てですね、あんまり変なこと言えないんですけど、噂話しか私も知らないんですけど、なので結構ちょっとですね、日本人のこう動きが厳しくなってるんですね。ざっくりじゃあどうなのか見ていきましょうか。まあ大体でも
普通のショッピングモールと同じようなブランドですけどね。リーニン、中国の、まあ、中国でいうナイキとかそういう感じですかね、スポーツブランド。あとまあユニクロ、上の方行ってみましょうか。ジーンズメガネとかあるけど、上の階も基本的にアパレルみたいですね。ああいう店員さんと話したら飲食店の情報をいろいろ知ってますね。ここは化粧品売り場、ここが1階ですね。この上がアパレルかな。なんかどこが1階かよく分かんなくなってきましたけど、ここ1階ですね。ちょっと一瞬外出てみましょうか。うん、ここが1階ですね。下穴掘ってなってるんで、もうこの DJ 波の使い方教えてもらったんで良かったです。今1階ですね、これ1階。まあちょっと上の方行ってみましょう。もう一個上もアパレルですね。まあ、ここもでもアパレルって言ったらアパレルかな？ナイキとかありますもんね。ビクトリアシークレットじゃないか。ビクトリアって書いてあるけど。ちょっとこういう服の売り場はなかなか帽子がくっついてて取れないんで、帽子なしのやつ欲しいですね。帽子なんて被ることないんで、帽子なしでいいんですけどね。ダウンジャケットに帽子があって、でパーカー着るとパーカーにもこれ帽子ついてるんだよ。すごい二重になったり、あとジム行くときにこうカバンが引っかかったりして、すごい鬱陶しいんですよね。ここなんかフィットネスって書いてるな。ジムがあるんですね。あ、ウィルスか、これ。このジムなんかめっちゃ高いですよね。おしゃれですけどね。ただ私前、行ったらすごい勧誘されたんで、なんかもう見に行くのが嫌ですね。帰らせてくれないですよね、会員になれなれって言って。なんかその来た私が見学させてくれって言って案内してくれたおばちゃん、ほんと勘弁してくれと思いましたね。見に来ただけって言ってるのに。その後もなんかウェイシンと電話がすごいかかってきて、もうまあ多分勧誘するその仕事の人が私が入会したらいくらか入るんでしょうね。それはわかるけど。ここは飲食店ですか。ちょっと行ってみましょう。
まあどこのショッピングモールも飲食店街はそこそこやっぱり人入ってますよね。コロナのピークの時は本当あれでしたけど、錦木酒屋です。まあちょっとこれもう一個上まで行ってさっと行って外歩きます。あんまりモールの中ばっかり見てても面白くないと思うんで。あれもう一個上にはあれか、多分上 IMAX とかって書いてるから、あのさっき書いてた通り映画館とあれでしょうね。スカイトレランス、うん、なんか外出れるんですかね。そうだったらちょっと外見てみたいけど、そんな外行けるような、感じじゃないっすけどね。このレストランなんか人全然いないっすね。あ、シンプリータイか。なんかあれタイ料理の店ですよね。マキハウス。暑いなこれ。ダウン着てた、今度中でおると暑すぎますね。さっきなんかでも上に上がるとこ向こうにありましたね。外の景色を見れるのかな。スカイなんとかって書いてたけど、レストランの名前なんかな、それか単純に。一応でももう一回上があるんで、ちょっと行ってみましょう。まあ、この DJI だともう本当揺れ気にせず、 iPhone だと結構手で固定して疲れるんですけど、だいぶ軽減してくれるんで。ここもでも普通に飲食店街のような感じですよね。あ、なんか出れそうな、あるけどなんか鍵かかってますね。ここら辺まだ開いてないんですよね。カミングスーンって書いてある、ここのカラオケも。ということでちょっと外行きますか。ちょっと外行くまで一旦止めます。ここが1階のはずですね。おー、このルルレモンがありますね。ルルレモンってなんか去年アメリカ株ですごい上げてましたよね。なんかレストランかなんかかなと思いましたけど、ね、ルルレモンっていう名前なんで。さっきの広場ですね。
か電気自動車のショールームですね。これなんていうメーカーだったかな、ちょっと忘れましたけど、なんか中国系のやつですよね。こっちもまたなんか前からあるショッピングモールなんですよね。ちょっとこっちから写真撮ろうかな、このクリスマスツリーを。あ、これを撮ったらよかったですね、さっき。ちょっと向こうのイエンチャンチョンルーですか、こっちに行ってみたいと思います。なんか同済大学の病院があってそこを取ってきてほしいっていうのも書いてたんですけど、前来たんですけどなんかよく分かんなかったんですよね。まあ、今日ちょっとリベンジということで行ってみたいと思います。ここはダーニンルーですね。ダーニンルー、それイエンチャンルーですか、そうっていう地下鉄の駅が向こうにあるみたいですね。帰りはそこから乗ればいいですよね。ここはブトチですよね。向こうの方なんとなくですけど普通のなんか住宅地っぽいですね。まあこの辺ほんと来ることないんで、さっきのラーメン屋の人もこの辺に住んでるんですかって聞かれたんですけど、いえいえ、あのこの久光のためにわざわざ来ましたって言ったんですけど、まあ、あんまり日本人で来る人少なさそうですよね。まあ、あの雑技団一回見てみたいですけどね、あそこで。今まで雑技団3回ぐらい見ましたけど、全部西安寺のところら辺で見ましたね。でね、思ったより面白かったですね、雑技団。絶対一回は見てみるべきですね。あとあの四川料理のあの仮面が変わる店ご飯食べながら仮面のショーの、あれもまあまあ面白いですよね。あれでもなんかちょっとひどいのがスーパースローとかであの仮面のショーをですね YouTube にアップしてる人いますね。スローモーションでどうなるかって。まあ、ただスローモーションで見てもいまいちあのどうやってるか分かりにくいんですけど、なんかこれ本当かわいそうですけど、なんか失敗した人がいて、その仮面のあれを失敗したところを動画に撮って撮られてましたね。まあ仕組みはなんとなくわかるんですけど、じゃあ同じものを作ってやるっていうのはなかなか難しいと思うんですよね。練習も必要だし。こっちの方向でいいはずなんですけどね。多分方向これ合ってますよね。まあ年末年始なんでもうすぐ綺麗にライトアップしてますよね。
ね、その横のショッピングモールというかあれですね。プロテイン飲んどこう。ここになんか病院があって。前の時どこまで歩いたんかな。城西大学附属なんとか病院って書いてある、第10人民医院とか病院って書いてますね。上海市第10人民病院医院、ここじゃないんですよね。もうちょっと向こうなんかな。なんか前ここに、しかも私中入ったんですよね、コロナじゃなかったんで。今は多分入れないと思うんですけど、ここのことじゃないんですよね。もう一個向こうなのかな。とりあえず向こうの駅まで行ってみます。年末にはこうアメリカ株って大体上昇するんですけど、今年はもうないですね。多分今日ももう下がるの目に見えてるんで、しかも結構下がりそうですね。先物見てるともう値段めっちゃ下げてるんで、結構下がりそうですよね。なんか株式市場にはサンタクロースが来なかったですね。ここかな、航空って書いてるんですけど、口のそこのことかな。歯医者をされてる方でですね、前にもあったんですけど、依頼がちゃんと取れなくて。この女の人はこれ花持ってるのなんでですかね。みんな花持ってた。あ、ここのイエンチャンルーの駅ですね。多分向こうのことかな。ちょっと向こう回ってみましょう。ちょっと歯の検査一回しないといけないですね。全然やってないんで。あ、ここか、ここですね。多分ここで合ってましたね。コメント欄で教えてください。獣院航空って書いてますよね。これ航空って口の病院のことですよね。違うわ、ここも前来たけど違うかったのかな。
いち分かんないですよね。これでも多分歯医者ですよね。ちょっと暗いんであれ申し訳ないんですけど、向こう、あ、向こうにもなんか病院あるな。防災大学の附属病院でしたっけ。前もここ来て違うかったんかな、ちょっとはっきり覚えてないですね。あれでもこっちじゃないか。あ、もう一個向こうかな、あれ向こうにも航空って書いてますね。中国語でなんて言うんですか、ゴッコンって言うんですかね。発音が分かんないですけど、ちょっとこの DJI 暗いところで撮影が弱いんで、真っ暗になってるかも分かんないですけど、あのおっちゃん怖いな、タバコ持って指さすから。あれあそこですかね。向こうまで行ってみましょう。ちょっとこの DJI で撮ると YouTube にアップロードするのに一手間かかるんで面倒くさいですね。ここのことですかね。今病院はすごい警戒厳しい。あーでもこれですね、同西大学附属第10人民なんとかって書いてるんで、ここですかね。ここはその歯医者ですかね。ちょっとね、歯の検診したいんで。あ、ここですね。間違いないですね。ちょっとこれ暗くて見えないんですけど、同西大学附属航空医院って書いてますね。ちょっと夜なんで、当然閉まってて。あれなんですけど、こんな感じですね。もう周りは住宅地ですね、これ。うん、当然閉まってて入れないですけど、この時間は。これ予約のやり方書いてるのと、温度の検査があるんですね、当然。でもウェイシンでできるんですかね。間違いないですね。前ここまで確かに来なかったですね。これ、診察時間がなんか3つ書いてるんですけど、その違いがなんかよく分かんないですけど、7時半から11時15分、午後1時5分から16時30分と書いてますね。中国で歯医者、私も3、4回行きましたね。めっちゃ高いです。日本の保険効かないですからね。実費なんで。なので私いつも日本帰った時、歯の検査してますね。本当普通に住宅地ですね。
あ、向こうまで行くとちょっと道渡、あそこ渡れるか、渡ってちょっと反対側から戻ります。まあでもなんか基本的に私全然虫歯とかならないんですよね。気になるのが歯がなんかすごい黄色いんで、コーヒー飲みすぎなんかわかんないですけど、白くしたいんですけどね。白くするなんか歯磨き粉みたいなやってますけど、あんまり効果ないですね。あれ大した効かないでしょうね。その表面のステインを取る、磨くだけでもだいぶ綺麗になるってこの間教えてもらったんで、ちょっとやりたいなと思ってるんですけどね。あれ虫歯って人からうつるって聞いたんですけど、本当なんですかね。私なんとなく、まあ虫歯も菌なんでうつりそうな気がしますね。虫歯の人が、虫歯の、まあなんか大人が子供にですね、食べ物とか同じ箸で渡したりするとそっから移るような気がするんですよね。写真撮っとこうか。この DJI さん本当いいんですけど、このバッテリーの持ちだけ本当嫌ですね。もう半分ぐらいになってきましたね。またちゃんと無事に撮影できてよかった今回もできてなかったらちょっとあれですけどね。皆さんも、まあ、なかなかできなくていろいろコメントもらってて申し訳ないんですけど、一応なんか撮影してほしいという場所があればですね、撮影専用のあの動画が、撮影リクエスト専用の動画があるんで、そこのコメント欄に書いてください。各動画のコメント欄にですね、いろいろ書かれてても、ちょっとどこに何が書いてあるのか分かんなくなるんで、できたらそこに書いていただければ、まあパッとこう思いついた時に撮影できるかもしれないです。なかなか全部これ答えてられないのと、まあ、私もね自分の行きたいところとかあるんで全部はできないんですけど、できるだけまあよかったら撮影したいと思いますので、じゃあこの地下鉄で行きますか。1号線イエンチャンルーですね。あと私の撮影で、なん、あの夜が多いので、まあ、できたら夜景とかの場所ですね、あの方がいいと思いますね。ただあんまりないんですよね。
なので大体南京シールとか新天地とか、あとは天津ファンとか、まあワイタンですよね、南京トンル、そういうところになってしまうんですけど、どっち向きに行けばいいですかね。私4号線沿いなので、あ、ここから上海駅に行けばいいんですね。こっちですね、ジョンシャンベイルーっていう駅があるんですね。ジョンシャンル、ジョンシャンベイル、上海ホーチャージャン、上海駅ですね。上海駅で4号線に乗り換えればいいですね。まあ上海体育館まで行って4号線でもいいんですけど、多分まあこっちの方が近いでしょう。ちょっとまあ地下鉄の様子も撮りますか。ガラガラですね。先頭車両だからですかね。ちょっと疲れたんで、先頭車両の空いてるとこ座ろうかな。イェンチャンルー、イェンチャンルーって言うの。町の看板とかにもこう漢字とあとアルファベットと書いてるんですけど、アルファベットですね、これどうせ書くんだったら姿勢も入れてピーンにしといてほしいですね。それだったら発音わかるんで。上海駅に着きました。降りる人少ないですね、これ。あれ、これ4号線に乗るのに一旦外出ないといけないんですかね。なんかそんな感じですね。また安全検査通らないといけないですね。仕方ないですね。4号線向こうです。この防護服着てるけど、毎日ちゃんと変えてんのかな。結局はなんか
ちゃんと取り扱いしてなかった。あれ着てても普通の服着てるのと一緒ですよね。向こうはあの高速鉄道ガウティエ4号線こっちですか。 あれもうちょっと向こうか。ほんとバッテリーの持ちだけすごい気になって、なんかゆっくり撮影できないですね。これなんか取り付けてバッテリー大きくするとかなんかできないですかね。あと歯で言えば歯の矯正って大人になってからできるんですかね。歯の矯正ももしできるならちょっとやってみたいですけどね。iPhone13 の広告か。いや iPhone 買うとき赤いの欲しかったんですけどね、なんか店の人にないって言われて結局黒にしたんですけど、どうせカバーつけたら黒も赤も一緒だろうって言われて。あ、撮影用の iPhone は私あれ赤ですね。普段使ってるのは黒なんですけど、逆にしたかったんですけどね。まあ今からまたアプリ入れ替えたりしてパスワードわかんなくなったら怖いんで、もう変なことやめとこうと思ってやってました。やってますけど、これどこ行ってもありますよね、この甘いお茶お茶なんかなこれ。まあお茶っていうか、まあお茶の飲料ですよね。静かですね、なんか。なんか日本の地下街みたいですよね、シーンとして。こんな感じになってるんですね。高速鉄道の駅があって13号線も近くに通ってるんですね。遠いなこれ、3号線4号線すごい歩かなった。ここ通るんですね。いつもここ通ってますね、なんか。店は全部閉まってますね、さすがにこの時間。やっぱりなんかここ通ると昔の駅だなっていう感じしますよね。あの、本町のガウティエの駅とは全然違いますよね。あれ、バッテリーもうなくなりますね、これ。ちょっと途中で止まると、なんか、せっかく録画したやつが、どうなるかわかんないんで、ちょっと今日はこの辺で終わります。すいません。電池なくなりそうなんで。シェシェ、ダジャー、ダジャー。みんな写真撮って微信でアップしてるんでしょうけど、すごいデータ量ですねこれ。なんかまっすぐ歩けないですよね。ここなんか一番多いですね。
一番綺麗に見える場所かな、これ。広くないですよね。だから雨降ってくるとここ傘さしちゃうのもちょっとしんどいなって感じですね。ただアクセサリーの住所なんか売ってますね。なんか一番多いですね。一番綺麗に見える場所かな、これ。これでも多分外国からあの旅行に来れるようになったらですね、めっちゃ人増えると思いますね。今でさえこれですからね。これは中国の商品4、5、6月と予想してるんですけど、この人見たら、この人たち見たら多分みんな消費してますよね、これ。特にこのデジタルな消費ですよね。インターネットに関してすごいと思いますね。